俺の名前は友春。今年で50歳になる。誰もが知る一流企業に勤めている。給料も良くて、いつも贅沢な生活を送っている。昨年、同じ会社に勤めている25歳年下の嫁と交際2ヶ月でスピード婚した。嫁は結婚を機に退職し、専業主婦になった。俺たちの結婚は社内で話題になった。それもそうだ、年の差25もあり、嫁は超美人。会社の男性陣は俺の結婚を羨んでいた。まだ結婚していない同期は、次こそは自分の番だと意気込んでいる。新婚生活は年の差を感じないくらいラブラブだった。俺は毎日幸せを感じていた。結婚して1年が過ぎた頃、嫁の行動に俺は違和感を覚えるようになった。専業主婦だった嫁はあまり友人とも会わず、家事をしっかりとしてくれて、料理もバランスの取れたものを用意してくれていた。しかしここ1年は家事もしない、掃除もしない、洗濯物も山積みになっている日が多く、夕食を作ることがなくなってきた。嫁に何かあったのだろうかと不安になっていた。ある日、会社で仕事をしていると嫁から電話がかかってきた。なんだろうと不思議に思いながら電話に出た。嫁の口から信じられないことを告げられた。それは俺に離婚を言い渡してきたのだ。離婚の言葉を聞いて俺の思考回路は一瞬止まってしまう。一気にめまいに襲われた。どうにかして離婚を阻止しようとしたが無駄だった。すでに嫁は家を出ている。家のテーブルにはサイン済みの離婚届が置いてある。それに俺のサインが必要だそうだ。話を聞き続けるうちに動悸が激しくなってきた。そのため一旦電話を切って落ち着くことにした。水を買い一気飲みした。冷静になってみると嫁がどうして俺を離婚したいのか知りたくなった。正直俺の稼ぎはそんなに悪くはない。だから嫁には同世代の女性よりも贅沢な生活をさせている。欲しいものは何でも買ってあげた。もう一度嫁になぜ俺と離婚したいのか聞くことにした。なんで気づかないのよ。私たちはいつも会話が成り立たないじゃない。とにかく今後はあなたと暮らしていくなんて想像できないの。もうこの話はおしまい。それじゃ。そう言い切ると嫁は一方的に電話を切った。結婚当初は仲のいい夫婦だったのに、この一年でこんなにも変わってしまうなんて。俺の中では嫁と会話が噛み合わなかったことはなかった。むしろ、年の差を感じないほど相性が良かった。いろんなことを考えてしまう。この日を境に俺は睡眠不足が続くようになった。その後、俺はどうしても嫁の離婚理由が知りたくなった。そのため探偵に嫁のことを調査してもらうことにした。数週間後、担当の探偵から調査結果が出たと連絡が入り、探偵事務所へ向かった。結果を見て、俺は落胆した。嫁はやはり不倫していた。不倫相手は俺と同じ会社に勤める同期の瑛太。探偵から嫁が瑛太と手をつないでホテルに入るところや、カップルのようにデートしている証拠写真を見せてもらった。俺は愕然とした。俺が結婚した時、独身だった瑛太はとても羨ましがっていた。そんな瑛太が俺の嫁を奪うなんて考えもしなかった。嫁に不倫理由を聞き出そうと電話をしたが、全く繋がらなかった。そのため義両親に電話をしたら、嫁はなんと実家に帰っているそうだ。すぐに俺は義理実家に向かった。俺が義理実家に上がると嫁はすごく驚いていた。ちょっと、いきなり入ってこないでよ。勝手に上がってこないでくれる？お前、不倫していたんだろう。それも俺の同期の瑛太と。瑛太の方がいいから俺と離婚したいと言ってきたんだろ。俺のどこが悪かったんだ？教えてくれないか？俺に不倫のことがバレたことを知るや否や、嫁は開き直り、とんでもないことを言ってきた。仕方がないわよ。瑛太は将来社長になるのよ。それに、ファッションセンスもいいし、身なりにいつも気をつけているのよ。すごく魅力的でダンディーでかっこいいし。私は一度好きになると、のめり込むタイプなの。それはあなたもよく知っているでしょ？知っているから、交際2ヶ月で結婚したんじゃない？
最初はあなたの稼ぎがいいし、贅沢な生活ができるからいいなと思ったの。いざ結婚生活を送ってみると、あまりにもおじさんっぽいんだもん。年上は好きよ。でも、誰でもいいってわけじゃない。美意識高いかっこいい年上が好きなの。おい、待てよ。離婚をそんなことで選んでいるのか？そもそもエイタとはどこで知り合ったんだ？実は前に、あなたの会社の飲み会があったでしょ？あなたを迎えに行った時に、エイタと目が合ったの。なんて素敵な人だと見とれてしまったわ。誰にも気づかれず、さっと私の連絡先を書いたメモをエイタに渡したの。そこからお互いに連絡を取り合うようになった。そして関係も持つようになって、エイタは結婚話も出ているの。だから、いつまでもあなたと婚姻関係があると困るのよ。さっさとサインして提出してきてちょうだい。ああ、わかったよ。もうお前には、俺と生活を送る気持ちがないことがわかったよ。離婚届出してくるわ。これ以上嫁とは話ができないと感じた。精神的なダメージが大きく、離婚届を俺は後日提出した。エイタは同期のためよく話をしていた。まさか嫁とは不倫していたなんて、この現実を俺は受け止めることができなかった。その後俺はエイタと会社で話すことは一切なくなった。なるべく俺はエイタを避け続けた。元嫁との婚姻関係は解消された。しかし、俺の心の傷はすぐに癒えるものではなかった。毎日がとても辛かった。2年後、俺の気持ちがようやく動き始めた。ある日、知らない番号から電話がかかってきた。出てみると、なんと元嫁からだった。おひさ、元気にしている？元嫁の声は俺の気持ちなんてお構いなしの雰囲気だった。今さら何の用だ？あのね、私さ、あなたと別れてからあなたの良さに気づいたのよ。あの頃はまだ私も若くてよく分かっていなかったわ。でも今ならわかる。また私と結婚してちょうだい。構わないでしょ。こんな美人で若い奥さん逃したら、こんなチャンス二度とないわよ。あまりにも身勝手な言動だった。俺は元嫁の発言に唖然とした。自分が若くて美人であることを押し売りしている。だが俺には何も響いてこなかった。なんでお前と結婚しないといけないんだ？俺にはお前と結婚する気はない。第一、お前じゃ釣り合わない。諦めてくれ。はあ？なんでよ。こんなに若い女性からせがまれているのに。感謝しなさいよ。エイタが次期社長から外されたことを知り、俺に乗り換えようと企んでいるんだろ？お前の考えくらいお見通しだ。その瞬間に電話越しでもわかるほど、元嫁が息を呑んだのがわかった。そんなわけないでしょ？何よ、わかったような口聞かないでくれる？かなり元嫁は動揺していた。以前からエイタが会社の金を盗んで使い込んでいることは噂になっていた。最近そのことがバレて、首寸前のことくらい。同じ会社で働いていればわかる。お前はそのダンディーなエイタの社長夫人になりたかったのだろう？お前の気分で俺を振り回すのはやめてくれ。は？私はかつてあなたが愛した女よ。今お金がないのよ。だから私を奥さんにしなさい。お願いよ。いい加減にしてくれ。俺は今別の女性と交際してるんだ。俺の邪魔はするな。お前を俺は愛していないし、助けるつもりもない。今交際している人は5歳年下で、近々結婚しようと考えているんだ。何それ、私の方が若くて綺麗よ。肌ツヤだっていいわ。俺は言っておくが、容姿で選んでいるんじゃない。俺は絶対にお前を選ばない。はっきりと元嫁に告げた。電話口で元嫁は泣き出してしまった。俺はそっと電話を切った。その後俺は交際していた5歳年下の女性と結婚し、とても幸せな生活を送って今年で10年目になる。聞いた話によると、元嫁はその後も金目当てでいろんな男性にアタックするもことごとく振られ、自信をなくした元嫁は今では実家に引きこもって生活をしているらしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。